嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週水曜のやつ。頑張ってほしかった。もっと頑張ってほしかった。今日は最後まで聞けると思った。拍手してる。ややこしいやつ。すごいじゃん。栄光だよこれ。本日も都市伝説のスペシャリストにお越しいただきました。風俗ハマり。妖怪風俗ハマり。おかしいやろ別に。そんなハマってない。階段。ボコンツだって。いきなりかよマジで。嘘やん。本当にボコンツ少ないなと思ってたけど。今日話していく都市伝説は、はい、法律そして刑罰に関する都市伝説でございます。 お刑罰、うん、興味あるぞ、はい、面白そう。刑罰っていうのは、はい、一言で言ってもやっぱいろんな種類の刑罰があるじゃないですか。刑罰やめろお前。それ体罰。体罰、体罰だよ。体罰。今日紹介していくのはその中でも極めて珍しい処刑法といいますか。処刑法。18世紀めっちゃ遡るやんけ。スウェーデンでございます。まあ、この時代スウェーデンを治めていた王様、はい、グラウス3世という。まあ、この王様っていうのはねめちゃめちゃ国民から人気のある王様だった。フォロワー何ぼ。フォロワー、フォロワーとかねえよ。 SNS 全然普及してない。何をやったかっていうと、まず言論の自由化。国民も政治に口もう全然意見言ってみたいな。その時珍しいですからね。まあ、珍しいです。この時大体あれか、独裁。どう偏差値の少なさ。30はあんま物申さない。で、まあ、あとね、拷問を禁止したりとかね。あ、いいじゃない。まあ、主にこの2つで国民から支持を得ていた王様なわけなんだけど、まあそんなある日、ある殺人犯がね裁判でこう裁かれている時に、うん、まあ王様がねその殺人犯に直接これを言った瞬間に裁判所がもうどよめいたというか、マジでありえない。その死刑法というのが、はい、死ぬまで一生毎日コーヒー一杯飲み続けるの刑。はぁというご褒美じゃん普通に。そう、ふざけて。ってなってみんな余裕すぎん。そうでもう殺人やったんだから、はい、もうそれ相応のね刑を処さなきゃダメなわけじゃん。そうよ。だからわざわざこの刑をやったってことは何か理由があるだろうと。はいはい、まあ、理由ちゃんとありますよ。なんで。もうその理由っていうのが、国王めっちゃコーヒー嫌いっていう。ちょっと待ってこれはすごいっすよ。ここに言論の自由ある。もう自分かと。めっちゃコーヒーが嫌いだったっていう。で、まあ、王様がコーヒーがどうしても口に合わないと、うん、コーヒー豆のこの苦味と酸味が絶対毒があるに決まってると、うん、ずっとそう信じてた。なるほど。口に合わないから、うん、だから殺人犯も本来だったらもう普通に死刑ですよ、うん、だからその人はもう人体実験みたいな感じでコーヒー毎日飲み続けてたらその毒で死ぬんじゃないかっていうことをね実験したかったんだ。なるほど。そう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 、確かに実験体にさせたんですか。そうそう、だからこの殺人犯はもう本当毎日一杯コーヒー飲む以外はもう何しても自由なのよ。普通に仕事に出て普通に遊んでもよし。仕事に出れる。普通に生活していい。ただ単に1日1杯のコーヒー飲めばいい。捕まえない。捕まえないです。え、死刑執行中だからそれが。やばやばせめて牢屋で飲ますよ。ほんまや。俺がでも普通に飲ませてるだけじゃちょっとわからないから、裁判中にあのもう一人の殺人犯いたから、うん、よしじゃあお前は明日から毎日紅茶を飲めって。その人は毎日一杯紅茶を飲む刑に処された。これでコーヒーと紅茶ガチなんでしょ。そう、ガチです。これやばコーヒーと紅茶比較して、はいはい、こっちの方が死にやすいから実験を取らせて。めっちゃ危ない。やばいやばいやばい。一応まあサボってないかとか見張りとして医者が一人ずつ派遣されて、うん、お前ちゃんとコーヒー飲んだかみたいな、うん、お前ちゃんと紅茶飲んだかみたいなやつも派遣されてた。税金が。で、まあこの生活が始まりまして、はい、2年間ぐらい経って一番最初に亡くなった人っていうのが紅茶を、お、お、なんや、
え、違います。あのもう引っ叩く準備してます。あーそっちか紅茶まで出てる。いい加減にしろっていう、もう準備してます。あーそうだ、紅茶を飲んでた殺人犯の医者が先に死んだ。医者医者医者が先に亡くなった。関係ない。そうそうそう、チェックが打つの。その3年後です、はい、この次亡くなったのが、おコーヒーを飲んだ殺人犯の医者が亡くなった。医者かい。縛られてる今。だからもう殺人犯2人がもう残っちゃったんだよ。周りどんどん死んでいってる。まあでも医者は亡くなってもこの刑はずっと続いてるわけ。あら、まあ、だから毎日紅茶とコーヒーはちゃんと飲んでるわけ。はいはいはい。じゃあこの次誰が亡くなったのかって。おお。この1年後誰が亡くなったのかというと、うん、国王。国王。国王。おー正解。でもありえないでしょ。国王だった。国王が亡くなってしまったんです。もう自らオチをつけてきた。すごいな。これ見届けることなく、そう見届けることなく亡くなってしまったという結果を知らずまま死んだ。そう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 。グスタフ3世の死因は暗殺と言われている。国民からは非常に人気があったが、貴族からの人気は低かった。というのも貴族に重い税を課していたため、不満が爆発した貴族に暗殺されたのである。でその10年後ぐらいにどっちが亡くなったのかというと、紅茶を飲んで。紅茶コーヒー残った。コーヒー強っ。毒だと思ってたコーヒーをね、毎日一杯ずつじわじわと飲んで苦しめお前って思ってたはずがですよ、はい、コーヒーを飲んだ殺人犯が一番生き延びてしまったんです。もうビップやから医者釣り出てる自分の感じ。当時スウェーデン18世紀平均寿命は大体40歳ぐらいだったんだけど、この殺人犯何歳まで生きたかというと、63歳。違います。72歳。違います。なんと83歳。83。倍以上生きてんの。強っ。コーヒー強っ。最終的なこと言っちゃうと、毎日コーヒー飲むのはすげえ体にいい。よかった。そう、すげえ体にいいと。そうなんだ。最近の研究でも分かってる。へえ、すごいね。その毎日いっぱい飲んでる人は飲まない人に比べて心臓病とか、うん、脳梗塞とかなりづらいんだって。飲む成分も入ってる。そう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 。あとそのポリフェノールとかもいっぱい入ってて。あ、ポリフェノールいいもんね。そう、それで血液がサラサラにしてくれたりとか。いいね。コーヒードッキリやってからコーヒー飲めねえんだよな。あれだ、ポン酢のやつ。一回ポン酢一回。あれやばいよ。怖すぎて俺あんま飲めないよ。とは言ってはいますけれどもですよ、飲みすぎるとめちゃめちゃ体に悪いこともある。口汚なお前。カッサカサ。何、口から剥がれる。剥がれない。剥がれない。ちょっと乾燥がすごいだけ。脱皮しないよ。ここから脱皮するやつ。ケロー。これが新種の牛。あ、言うのじゃねえよ。結構変えよ。大丈夫。俺も使うから。お願いします。使わねえ。このやつ気持ち悪いな。誰がインフル治りたてのリップ。地獄。致死量っていうのがあるの、コーヒーには。あれ1日にコーヒーって100時間、あ、1日に100時間24時間の中の100時間。こっち24時間しかないから。分かってますよ。分かってますよ。ちゃいますよ。あんま言いたことバラすね。バラすとかない。バレる。1日に100本飲むと確実になくなる。100。カフェインがね、ダメなのよ。カフェインの過剰摂取でヤバくなっちゃうわけ。エナジードリンクあるでしょ。うん。エナジー、例えばモンスター。例えばモンスター。まあモンスター飲んでますよ。モンスターは70本飲むと完全に命を落としてしまうと。やば。言われております。飲めんだ。そんな一杯70本。やめろその考え。飲もうやっぱ。危険な考え方やめろそれ。お前ハマりすぎなんだよ。めっちゃ飲めんじゃん70本。お前1日3本ぐらい飲んで。4本以上飲むともう結構症状始まる。え、じゃあ俺ギリじゃん。もう3本がマジギリギリ制御なんだ。え、危ね。え、飲めなかった。お前3本飲めるぞ。お前飲めるぞ。お前飲める3本。危ねえ考え。やめろ。3本飲むと届かすんじゃないよ。え、ダメなんだ。手足がしびれたりとかしちゃうわけ。エナジードリンクはそれ以外にもうつ病になりやすいっていうね。ああ、うつ病だから。うつ病なんだ。うん、確かにうつ病やな。うつ病じゃないよ全然。めっちゃ元気だけど。ちょっと待って、ちょっと待って。うつ病なんだ。はあ、わ、ないわ。YouTuber 失格。それを言うならもうこの辺も全員失格やけど。どう見ても新手のボケだったわ。あー、じゃあ俺はもう任せたのよ。こっちのツッコミに。あー、やばいよ。毎日せめて1日1本とどめておけっていうことなんですよ。なるほど。だからね、レッドブルに頼ってる画面の奥の皆さん、その授けた翼
もがれてしまうかもしれません。くせえな。臭いな。まあまあ臭い。今度は締めにこだわりすぎて。恥ずかしいまで。好きになって信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏